皆さんお疲れ様です。ミニクーパーのエアコンなんですけど、前ね、ファンが動かなくなって、で修理したわけなんですけども、今回は、それに引き続き、エアコンの清掃、こちらの方ねしていきたいと思います。で、いつもねシュッとこうするだけでね、深く、清掃してなかったんですけれども、今回は奥の方までエバポレーターですかね、そこまでちょっと洗浄していきたいと思いますので、どうぞご覧ください。はい、ということで今回ね競馬に引き続き、このカーエアコン洗浄、ジェットマックスですね。スーパージェットマックス。こちら、また使って、綺麗にしていきたいと思います。で、ミニクーパーの方も、エバポレーターの方がちょっと汚れてるんじゃないかなと思って、で、こいつね、一遍試して、もっとね、冷えるようになるのか、ちょっとね、試してね、見たいと思います。あとね、こちらですね。はい。前回ね、取り外してみたんですけど、フィルターね、こちらの方はもう汚れてたんで、購入しました。で、これもね、合わせて交換していきます。はい。そしたらね、まずは、フィルターね、どっちみち交換するのと作業性良くするためにね、また、こちら、外していきます。よいしょ、ね、あとはね、もうこれを引っ込むだけです。ありますね。さすがに綺麗ですね。こんな感じで、どこやったかな。これがね、エバポレーターやと思います。で、ここにアクセスするには、もちろんここからね、ファンのところに行くのもいいんですけども、これを外せばなんかいいような感じで書いてました。どうやって外すのかな。はい。ここに入ってたやつですけど、これね、カチッとはめ込み式なんで、回せば、外れます。ちょっとね、これ熱いかもしれないので、そのまま置いておきます。はい、エバポレーターがね、見えますね、ここから。はい。はい。で、ここで、ここにね、液を洗浄液を注入して、洗浄していきたいと思います。この感じで
そしたら、エンジンをかけてエアコンを動かします。マックスエアコンもオン。はい、この状態でライフジョイか、汚れてるようには見えませんけどね。ちょっと、洗浄液の白濁した、液が出てますね。はい、ということでエアコン清掃の方も完了いたしました。最初ね、また参考で温度を測ってみたわけなんですけども、最初のかかりがですね26度と20度ということで、かなりね差があったんで、またこれもね参考ということでお願いいたします。今回はですねエバポレーターに直接かけるという方法を取りましたけども、本来ならばファンに直接ですね液をかけるというのが正式な、方法だということで、そちらの方がですね断然もっと簡単にできるのかなと思います。やっぱりね清掃後はですね若干ちょっと冷えがね良くなったかなというような感じはいたしました。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。